かの2年 A 組青春アクティブ。起立。はい、気をつけ。よいしょ。で、こんにちは。こんにちは。着席。はい、こちらは立っておりませんよ。立ってた、立った。うわ、椅子に膝ついてます。ついてないよ。すごい、まるで立ってるみたい。え、本当にバレない、バレない。バレない。でもなんか回り方が立ってるんだとしたら異常な回り方。異常な回り方。すっごい、ごめんなさい。あ、もう A 型だから気になっちゃうよ、こういうの。確かにね、こういうのね、こう、言うてますけど、ご報告があるんですよ、私。なになに？パーカー声優になりました。パーカー声優、いつ何？パーカーしか着ない声優。嘘。今日はトレーナーじゃなかったっけ？え、あれだよ、フーディーのパーカーだった。フーディーついてた？ついてた。なんでパーカー声優になっちゃったの？なんか思ったのよ、うん、なんかお洋服ってさ、悩むじゃない？うん、ここの腕とかカバーしたいなとか、日によってさ、体型もちょっとずつ変わるしさ、うん、なんか、あ、今日はなんか露出したくないなとか、今日なら出せるかもみたいな、うんうん、そういうのに悩むのにちょっとね、しんどくなっちゃって、服悩むのにしんどくなったから。で、パーカーってとってもいいのよ、うん、なんか隠したいとこ全部隠れるし、まあ体型隠れるよね。そうで、オーバーサイズを大体着るから太ももとかお尻も隠れるでしょ、うんうん、かつそのここの肩の張りとかもっこり、肩がこうボコってなる、うんうんうん、安いんですけど、そのそれが気になる人もここにねフードがあるから、確かに ここのボリュームでカバーされて着痩せして見える。確かにね、小顔にも見える。ここにボリュームがあるから、ここにボリュームがあるからね。そう、とってもいいと思って、パーカー声優になることにしたの。なることにしたの、うん、もうじゃあセーター着ないの？だからもうパーカーしか着てない。1週間ぐらい。マジ、うん、でもパーカー私苦手でさ、あ、パーカー持ってないんだよね。ほんとなんか、うーん、無理。なんか特に、うん、その上着とかはまだパーカーついてるのあるかもしれないけど、こう繋がったやつ、ここが開かない、まあ、いわゆるパーカー、うん、あるじゃん、うん、あれ持ってない。へー。なんかさ、なんか私の着方が悪いのか、うん、どんどんパーカー後ろに行ってさ、ここが苦しくなってくるの。あー、でも確かにそうなるよね。フードが重くて後ろ行くじゃん。そうなる、そうなる。で、こうなるじゃん、うん、うわーってうわーってなるじゃん、何回も。だからね、無理なのパーカー。苦しくて着てられないし、重いもん、首あたりがなんか例でもついてるかのように。そっかそっか、まあ、確かにそこが気になる人は気になるかもね。そう、だからなんかね、あんまり着れない、首が苦しくて、首元がね、締まってんのがマジで無理だから、嫌な、今も上げっぱなし。え、じゃあタートルネックとかも着ないの？着ない着ない着ない。おー、確かに着てるとこ見たことないやね。タートルネック持ってない。私も首ここはもうあればあるほど好きだからさね。アイちゃん着てるイメージある。うん、結構ここあるの好きだな。ここに布があることが耐えられる人と耐えられない人いるって絶対。確かに。いくら怒られても第一ボタンは閉めれません。そっか、無理ですね。私はね、マスクも大好きだから ね、うん、ね、マスクだって別にご時世関係なく愛ちゃんはできてたよね。そうそうそう、偉すぎまる。もう年中マスクしてたいなってずっと思ってたからさ。そう、夏とかになるとね、やっぱ暑そうに見えるじゃない。確かに。あとさ、何か、え、芸能人だみたいな感じで、ね、あらぬ疑いをね、あらぬ疑いかけられちゃうから、すいません違いますみたいな。でも今堂々とね、マスク生活できるからすごいね。確かに、誰が好きなんですよ、ね、帽子マスクでも別に怪しくないからね。もう最高の帽子マスクなんかすごい、もう安心するもんね。やだ。そう、だから私は今後パーカー声優として活動していきますので、パーカー声優で覚えてください。はい、よろしくお願いします。え、夏はそれがね、問題になってるんですよ。今問題になってる。今問題になってるんです、パーカー声優の間で。確かに。なんか何人いるか知らないけど、ZIP のパーカーにして、なんか T シャツとかかなって。あー、でもあと半袖パーカーみたいなのあるじゃん、こういう、ね、だ、そこ、それだとさ、でも結局隠したいとこ隠せてないじゃん。まあ、わかる。半袖になっちゃったら意味ないんだよ。なるほどね。え、ここもダメなの、ここ。まあ、こう、できればここから先、ここまで欲しいな。あー、あの、
長い半袖みたいなぐらい。そうだから自分で着るか。自分で着る。パーカー声優はついに自分で着る説が上がってる。か作るかだよね。ああもうね作っちゃう自分で。もうアイムオリジナルで作ったら、うん、パーカーブランドにしようかな。パーカー作ったら。今目論んでます。はい、そんな感じでーす、はい。すごいです。もう本当9月に入って新学期なんで、はい、パーカー声優誕生のお知らせをしました。しました。ということで今日も2年A 組は青春アクティブ元気に今日もスタートです。あいみとはるかの2年 A 組青春アクティブ。あいみです。プリント配ります。ね、聞いて、はい、私はそしたら UT 声優になろうとするわ。え、いいと思う。もう夏は UT ばっか着るわ。え、しかもさ、常にね、更新し続けてくれるもんね、ラインナップをね。別にいつも一緒じゃないしね。あと UT ってバレない、バレないっていうか、このどこのやつって言われること結構あるよ。確かに可愛い。アイちゃんに前ギブソンもあげたやつも、ね、もらった。可愛いよね、あれね、うん、UT もね、かなり UT うちあるもん。じゃあいけるじゃん。めっちゃある。いけるね。冬はどうすんの？冬は UT の上にユニクロかな。あ、それもうユニクロ声優じゃん。ユニクロ声優キャッ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 。ということでお便りです。2年 A 組ユンユンマルちゃんからいただきました。ありがとうございます。ピョンチャンアイミンティースティース。先日のチーム Y のイベントでてっぺんグランプリ昼夜ともに参加しました。すごい、ありがとう Y。どんなイベントなのかようわからんけど面白そうやし、とりあえず行っとこう、うん、みたいなノリで参加したんですが、ありがとう。めっちゃ面白めってめちゃくちゃ面白くてついっぱい、寮部行ってよかったです。チーム Y の3人が漫才や大喜利、モノボケ、モノマネ、いろいろやっていて、芸人さんのイベントやったっけと思うぐらい予想以上にちゃんとしたお笑いイベント、本当に楽しかった。お笑いイベント、まあ、てっぺんグランプリって言ってるもんね。そう楽しかったです。たくさんの笑いをありがとうございました。裏話とかあったら聞きしたいです。それでは PS、 私もジャルジャルと千鳥めっちゃ好きです、うん、ありがとうございます。そうなんですよ、うん、チーム Y としても、うんうん、てっぺんとしても、うん、初めてのイベントというか、うんうん、てっぺんっていうのがそもそもですね、あのチーム Y が原案協力した、今月刊ブスロードで連載中の女子高生がお笑いやる漫画なんですけれども、うん、まあ、それにいろいろとこうキャラクター設定とかいろいろな形でこう協力してて、でボイスドラマを作ることがついに決定しましてですね、うんうん、そのキャラクターの CV をそれぞれチーム Y が担当するんですけど、うんうん、で初めてイベントやるってなって、でも作品がお笑いの作品だから、うんうんうん、みんなで漫才をやらせていただきました。はあ、はあ、はい、そう、まあ、トリオ漫才ってこと。そうなんです。その出てくるキャラクターたちになってやるキャラ漫才と、うんうん、中の人がただただ漫才をやる中の人漫才っていうのをやって、うんうん、おー難しそう。そう、それぞれ別の方が台本書いてくれたんですけど。あ、別の方が。そうなんです。キャラ漫才はその構成作家さんというか、うんうんうん、そのやってくださって、まあ、キャラも分かってる人が。そうそう、うん、で、中の人漫才はアメザリの平井さんが書いてくれました。あれレグニャンよくぞ。そうなんです、レグニャンでお世話になりまして、そっからですね、はい、打ち合わせとかしてネタの、うんうんうん、はい、でやりまして、昼夜、うん、違うネタをやりまして、で、まあ、中でモノボケとかいろいろモノマネとか大喜利とか、うん、やばくない？大喜利やったのすごくない？大喜利ワイポングランプリって言って、うわおぎりをやった。めっちゃ楽しかったね。いや、それで楽しかったならすごいよ。めちゃめちゃ楽しかったね。いや、マジ待って、モノボケやったの？モノボケやった。なかなかにさ、声優さんが絡むお笑いイベントでもモノボケってやらんよね。本当にセカショフェスぐらいだよ。心のハードルがないんだよね、そのモノボケとかに対して。悔しさはある。うまくできなかった時の、そうみたいな。そうそうそう。でもそのなんだろう、恥ずかしいとかそういうのはない。ああ、ちょっとモノボケしてほしいな、なんかね。いいよ。どれにしよっかな。ちょっとモノボケやって。オッケー。いくよ。うん、鏡よ鏡よ鏡さん、この世で一番美しいのは誰？うふふふふふふ。白毛馬。
なるほどね、全部やってくれるの全部やってくれるの、僕のお友達を紹介します。アヒルくんとカエルちゃんです。接客すごい、なんか、なんか滑ることに対して何も感じないのね。そうだからこう面白い面白くない関係なく、なんか何もないから、その本当にどんどんやり続けられる、どんどんやり続けることができる。もうでも受けたよ。受けた受けた優しい、受けた受けた。ありがとうございます。いや最初鏡で、鏡は鏡さんに言った時、鏡をそのまま鏡に使うのと思ったら、もう二つみたいな掛け合わせでね、白雪姫ごっこね。すごいね、なんかやっぱ滑るの怖いもん普通は。そうか、どうなんだろうね。でももっとさ、逆に極めていったらその怖くなったりしそうじゃん。まだ何も分かんないから、何も分かんない時のさ、まあ強さあるもんね。強さあるじゃん。確かに。それなのかなとは思ってるけど、そう今後ねお笑いどんどんやっていこうかなって目論んでます。ぴょんちゃんもね。そうだね。お笑いイベント控えてますから。あと5日でお笑いイベントだわね。うん、4日が。うん、ネタ新ネタ入ってますんで。すごい。漫才とコント。すごいね。やります。モノボケはやんないよ。でも大喜利は、その必ずコーナーで大喜利、あ、なんか芸人さんがやりそうなことを勉強するコーナーがあるから、まだ大喜利をはっきりやるんじゃなくて、後出し大喜利っていう、はいはいはい、最初から答え書いといて、はいはいはい、だからちょっと傷つきが少ないのよ、はいはい、いやそれに合う答えはないかなみたいな。あ、なるほどね。感じの後出し大喜利とかやったりとか。そう、でもやっぱ傷ついちゃう。もうでも収録だから滑ったかどうかわからん。そうやって芸人さんも一緒に同じ条件でやるってこと？そう、あでもそうだね、向井さんもやる、天心向井さんもやるけど、だうまいなって思う。でもさ、全員味方だからっていうのもあるよね、絶対お客さんが。そうお客さんがね、なんかさ、我々のことをゼロ知らないで、お笑いだけを目的に来た人がいたらビビり散らかす、多分無理だね。だからセカショフェスとかだったらさ、話が違うじゃない。確かにそう、笑ってくれるもんね。なんかアクティブオンリーイベントの方がやりやすくない？やりやすい。もうトラセとコンビでやった時は辛かった。辛すぎたよ。そう、こうお笑い系に関してはやっぱ滑ることへの恐怖心とか生まれたらもうできなくなっちゃうから。できないよ。そうだって、これでモチョが、アヒルさんこんにちはって言ったらさ、うわぁ、よくわ、かわいいぞってなる。え、そんなのでなる？なるこんにちはって言っただけ。いや、こう、さすがに、さすがに皆さんバカにされすぎじゃないですか。違う、大丈夫？なるよね、だって私もなるもん。さすがにモチョでも、え？いや、なるでしょ。ほんとに？そんなって。そんな世界なの？そんな世界だって。私たちが生きている世界は。そう。でも私たちが、こう、カエルさん、アヒルさんに大ちゃん今やったら、もうなんか、ははってなっちゃうかもしれないもん。もう、もちょがアヒルさんこんにちはって言った方がウケる。そっか、そういう世界。そう、お客さんのおかげですよ。さあ、のびのびできたのはね。アクティブの単独の時に、じゃあモノボケやろう。やろうやろう、いっぱいやろう。はい、ということで、お便り以上なんです。お便り以上です。まだあるんですけれども読めませんでした。じゃあ今度読みます。ということで皆さんメールいっぱい送ってきてくださいね。はい、メールアドレスはあいみ -haruka@secondshot.jp で、あ、くまモンのアドレスすごかったね。あ、すごい、ちはるんがいたよ。いや、成長早すぎ、こうじゃなくてスツツーンって。どれぐらいの時間がかかったんでしょうか、あれは。1、2時間。30分番組の編集の一部に1、2時間かかってる。すごい、そこに1、2時間。やばいやばい。いやー、でも本当本気を感じましたね。千春、ありがとうございます。千春も喜んでおります。ね、千春もね、ちょっと触れてくれてたから。でもじゃあ今回は少しなんか15分から30分っていうぐらいのにしてあげよう。そうだね。どんなのがいいかな。そうだな、今読めなかったお便りにちなみまして、ヤモリ。おい、ヤモリ。ヤモリのように出ております。お、これかわいいね。送ってきてください。2年A組青春アクティブ、
長。はい、さまざまな仮説あってもはっきりと答えがわからない世の中のことにみんなで意見を出し合って青春調査部の公式見解を決めちゃうというコーナーです。最近 TikTok で流行ってる帽子ちょっと硬くない？何もなかったですよ。さあ、今回意見を求めた議題はこちら。少女漫画の最高友達、はい、最高の友達ってどんなキャラ？はい、はい、少女漫画の最高の友達ってどんなキャラです？少女漫画に一人いる存在、必ず一人はいる存在、主人公を支える友達、そんな友達の中でも最高の友達キャラってどんな人物だと思うか、皆さんの意見を送ってもらいました。はい、結構来たんやけど。すごいね、結構来た。まあ半分くらいじゃないか。そう、はい。なんかそのさ、まあメールを選んでくれてるっていうか精査してくれてる坂本さん曰く、うん、主人公のまあ好きな人、つまりまあその少女漫画のヒーローに惚れてしまう子も多いって書いてあったけど、うんうんうん、私絶対それじゃないと思うんだよな。最高の友達だとしたらまたその話は変わってくるよね。ヒロインのことが大好きなのかね。そうだと思う。確かに確かに。来てる、2年A組大嘘つきさんが主人公のことが大好きなキャラ、まあ、だから主人公の女の子、うん、もう友達ラブ、誰よ、友達として誰よりも主人公の近くにいて、誰よりも主人公のことを理解している、ある時は主人公の背中を押す、ある時は悩める主人公に道を示す、うん、傷ついた主人公にそっと寄り添う、うん、みたいな。高橋スイッチさん曰く、最高の友達ですが髪色明るくカラッとした性格の元気系がいいです。主人公の恋路に対しては無関心というわけではなく、かといっていろいろと干渉してくるわけでもない、ちょうどいい距離感で時々相談に乗ってくれるくらいがいいです。過去部活はジョバスでもいいですし、帰宅部でバイトしまくり系でもいいです。あ、何このいいですっていうのは。何それでもいいですねみたいな願望ですかね。なるほどね。でもなんかわかる。主人公はさこういう色塗りのさ紙で書いてあるのに、うん、友達はさこっちみたいな。あ、多い。そうね、多いよね、うん、か 白みたいな。多い多い多い、ね、でもヒーローも白なんだよな、そういう時。髪型の意見もありましたよ。何何？2年組はるみさん、僕が思うに素敵な内面と、うん、外面、容姿を合わせ持っている、うん、勝手な理想なんですが、ボブカットでサバサバ系な女性です、うん、おいや、そうなのよね。そうだね。結構なんかさ、友達だとさ、こういうこと、あとなんかちょっとヤンキーっぽい、うんうんうん、シュッとしたこの子よりちょっと背高い系の女の子がこう2人セットになって応援してくれるみたいな、うんうん、ある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 だよね。あるあるか、うん、なんか本当に、あ、ちょっと待って、いや、ちょっと分かりました。え、はい、どうぞ。多分うちらだよ。すごくうちら。それは髪が明るくてボブカットがって、どっちも私やだって多分この2人が漫画になったら愛ちゃんは多分黒塗りよ。で、私は多分白抜きの髪だと思う。なるほど。多分愛ちゃんが主人公の少女漫画で最高の友達役やれると思うんだよね。嫌だ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 。でも想像、今絶対みんな想像つくってなった。絶対に嫌だね。あの少女漫画の主人公なんで全然いいじゃん。嫌だ。こっち、こっちがいい。こっち、これピョンちゃんでしょ。うん、ピョンでしょ。うん、私はこの子より、このさっき言ったで来よう。2人組なの、2人は。あー、ちょっとレイヤー入ってる風の、このなんか、あー、ちょっとこれ、ね、私はこれピョンちゃん。確かにこのギャルっぽくて、グリグリ、まつげがグリグリ、そうそう、まつげがグリグリ、主人公よりまつげグリグリしてる。おしゃれとか好きみたいな、イヤ、ピアスとかイヤリングついてるみたいな。あんたもっとメイクした方がいいよって。え、そうだ、じゃあ一緒に服買いに行こう言うて、で、このちょっとそばかす最初入って、え、無理だよ言うて、こんな最初ちょっとおぼこいみたいな、うん、で、これ変わったらめっちゃ可愛いもん。これなんか男子だ、これそうそうそう、確かに。ほら、めっちゃ可愛いじゃん。これペアなんだよ、ワンペア。
ワンペアね、いるいる友達ワンペア、うん、ちょっとまつげこう出て、え、これが私みたいになるここがいい。あ、じゃあここだね、うん、主人公いないね。うん、確かに。マチコもミナミも多分こっちだよ、ね。マチコとミナミになっちゃう。いい友達、最高の友達ばっかり。最高の友達ばっかり。イエーイ。確かにピョンちゃんはなんか物事何にでもすっごいなんか応援してくれるよね。褒めてくれるし。言うと思うな。すっごいなんか肯定してくれるもん、友達を。大丈夫だよ。うん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 。そんな感じのイメージあるよ。近寄る不良みたいな、うん、この子に近寄るね、うんうん、不良をね、私が連れてくわ、うん、あんたはこっち、あんたは私と一緒にジュース買いに行かん。まるくん、この子が持ってる重いやつちょっと一緒に運んであげて言うて。でもその連れて行かれたヤンキーやピョンちゃんに実はドキドキしちゃうんだよね、そこでね。と言われて、付き合いました。後日談でしょ。後日談でさ、一コマとかで処理されるやつ。なんかあの単行本に入った最後のコマとか、実はこの二人付き合いましたね。楽しい。ある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 。はい、ということで、私たち二人の結論は、少女漫画の最高の友達はマチキちゃんミーナです。イエーイ。素晴らしい。さて、それでは次回みんなから意見を求める議題を発表します。はい。男子高校生が運動系の部活で頑張る彼女のためにお弁当を作るとしたら、どんなお弁当がいいと思いますか？おお、なるほど。なんか弁当男子っていう言葉が流行ったように。流行ったんだ。男性がお弁当を作るのも当たり前の時代、うんうんうん、もし男子高校生が、運動系の部活で頑張っている彼女にお弁当を作ってあげるとしたら、どんなお弁当がいいでしょうか？おお、ご飯なのかパンなのかなどはもちろん、おかずもこう唐揚げ弁当、ハンバーグ弁当じゃなくて、うん、これとこれとこれとこれが入ってるみたいに細かく紹介してください、うん、お弁当箱、包む布などのこだわりも書いていただいて OK です。はいはいはい。なるほどね。なお写真もか。あ、もし作れる人、作った人は写真を送ってきてください。ここにドンって出したいので、ドンって出します。はい、ぜひ送ってきてください。たくさんの投稿お待ちしております。以上、みんなの調査部でした。2年 A 組青春アクティブ、寄り道アクティブ。ここからちょっと寄り道して、みんながやってることをやりそうなことを取り上げていきます。取り上げましょう。今回取り上げるのは、ぴったり合わせましょう、タイムアタック。イエーイ。ずっとずっと飛ばされてたコーナー。そうです。一回やったよね。やった。ルールは簡単です。〇〇といえばという質問に、5、4、3、2、1のカウントで2人同時に回答します。回答していって10問連続ぴったりを目指します。無理だったんだよね、前回。そうなんです。途中で失敗したらね、リセットされちゃうんで。そう、うん、難しい。だからもう定番のものから何かがあればいいなっていう話もありましたけれども、よし、はい、やりましょう。やってみよう。はい、それでは用意スタート。夏のレジャーといえば、うん、せーの、キャンプ。あ、やべ。続きまして、暑い時に使う電気製品といえば、はいはい、せーの、エアコン。あ、まあ、一緒エアコンとクーラー、あ、いいじゃん、やった。はい、続きまして、じゃん、白い飲み物といえば、あ、もう、牛乳。血液型といえば、え、血液型といえば、何何何、占い。 A 型。え、A 型じゃなかった。花火の種類といえば、むず、何種類って1個しか知らん。線香花火。お、いえ、スポーツドリンクといえば、え、うーん、パクリエス。あ、ねえ、
だってオリンピックしてたじゃん。アクエリって言おうと思ったんだけど、堂々はポカリかなと思って、アクエリって言おうと思ったの。本当に信じてこれはアクエリって言おうと思った。いや私もポカリいつも飲むんだけど、なんか今オリンピックシーズンがあったからこうアクエリアスかなってちょっと思っちゃって。あラスト、海外のリゾート島、リゾート島といえば、リゾート島、え？島？バリ島。バリ島？ちょっとマイナーだって絶対。ハワイの4つのうちどれかだと思ったよ。ハワイの、ハワイでいいんですか？でもハワイ島行かないですもんね、普通。オアフですもんね。へえ。ハワイ島なんもないもん。ハワイって呼ばれてるとこはだいたいオアフ島なの。オアフ島なんだ。あ、そうなんだ。へぇー、あー全然合わないじゃん。無理だよ。ちょっとお題が広すぎるですって。でどれぐらいのもんだったら10問いけんだろうな。なんかもう2択、3択を当てましょうぐらいじゃないと。夏の花といえば、せーの、ひまわり。じゃあもう、なんかもう多分3択ぐらいしかないやつじゃないと。そうそう、山崎といえばみたいな。はるか。白黒の動物といえば、あ、二択っぽい。せーの、牛。パンダ。嘘。ダメだ。ダメだ。無理かも。合わってたらね、番組なかなかうまくいかないって。ねー。なるほど。しゃ。ということで、以上寄り道アクティブでした。はい、見た。はる。2年A組青春アクティブ。はい、見てはるかの2年A組青春アクティブ、そろそろ帰宅のお時間でございます。番組では皆さんからのプリントを大募集。普通とはもちろん、思い出流行っているものの報告メール、寄り道アクティブ宛ての報告にやってることやってたことなどじゃんじゃん送ってください。そしてみんなの調査部のコーナー、現在は男子高校生が運動系の部活で頑張る彼女のためにお弁当を作るとしたらどんなお弁当がいいと思うという議題に対する皆さんのご意見をお待ちしております。はい、メールアドレスはaimi-haruka@secondshot.jp で、こちらにヤモリの読んでております。かわいい。あ、ヤモリかわいいですね。ということで、たくさんのメールよろしくお願いします。さらにですね、セカンドショット通販ではファンディスクなど番組グッズをお求めいただけるそうですよ。はい、またセカンドショットチャンネルの有料会員になっていただきますと、この後23時から配信するアフトーク、いや放送ではこぼれてしまった部分をまるっと収めた完全版アーカイブをお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いします。そしてアクティブの通常版は YouTube も、ね、配信してますから、 YouTube でももう一回再生してください。はい、お知らせです。はい、9月の29日来週ですね。ほう、なんとですよ、大変です皆さん。何ですか？ピーキーピーキー、うん、B4DJ のピーキーピーキー、そしてアイドルマンスターミリオンライブのマスタースパークル201ジュリアの新しいソロ曲が入ってるやつ、うん、あとミログラムっていうコンテンツですね、うん、私が演じてるコトコちゃんのキャラソン CD、うん、こちらなんと3枚同時発売です。あらあ、キャラソン3つ同じに出ることないよ多分。そうそう、9月29日、すごいすごいね、すごいんですよ。ぜひ皆さん、放送ないです。連動キャンペーンはやっやってないんですけども、いや、やってないけど、でもまあ3枚撮った写真あったらメールはくらいね。あ、そうですね、メールくらい。ぜひぜひ CV あいみデーとしてハッシュタグ盛り上げていきたいと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、あ、そして私もね、まだどうなんだろう、当日券みたいにやってそうだからネタがやりたいのね。そのお笑いイベント、アイちゃんのを見てお笑いイベント声優がやってもいけるかもって思った人はぜひ9月25日有楽町にて12時半と3時半っていう結構早い時間にやるので、本当だ、詰め詰めだね。詰め詰めでやってね、新ネタもやるのでぜひ見てください。お願いします。はい、アフトークでは放課後ダベリーボーやってクイズの正解とか言います。はい、それじゃあ最後にあれやります。せーの、セカンドショットフェス優勝しました。イエーイ。それではそろそろお時間です。あゆみとはるかの2年組青春アクティブ、次回までグッバイ青春。